身を引き締めることだ。文字にあった以上、バルドルがすぐに来る。よかった。僕も言いたいことがあるから。口を出すな。奴は任せておけ。殺すんでしょ。いつも通り敵はじゃないとやられるから。しなければならんことだけをする。僕もやる。ダメだ。これを見ろ。何？忘れたのか。ああ、僕に言ってる？話したくないんでしょ？したら外の魔法の鍵の説明がつく。でもそれだけじゃない。感じるんだ。何かが僕たちを待ってるような。お前さんの不吉な予言は当たるからの。何かとは何だ？わからない。何か強力なもの。それが何であろうともどうにかする。ここまで来たのだ。だろう。はい、父上。壊れとる。亡者はわしらをここへ導くために世界中の接続を断ったのじゃろうか。教えても聞かぬだろう。言われたことはしたよ。真実が知りたかった。その武器どこで手に入れたの？なんで隠したの？神を殺せば報いを受けるって言ったけど、その刃で殺したの。マグニの他は誰をやったの？何人？聞いてるの？聞いている。それについて話すつもりはない。この話は終わりだ。あ、そう。ミーミル、聞いてよ。必要なことは全て知った。もう学ぶことはないんだってさ。おお、そりゃよかったの。何と書いてある？彼を起こすなかれ。だから何？この山のやつはみんな殺した。死にたいなら来れば。気をつけるんじゃ。この壁の通路を見るに最近までドラゴンがおったのかもしれん。ドラゴンならすでに始末した。おお、これか。これでどうじゃった。おい、これを。こう見えて忙しいんですけどね。何か話しとくれ。静かなのは苦手なんじゃ。邪魔しないで、集中してるの。もう少しじゃな。やっとか。